いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回はアーマードウォールでこもってる敵、裂け目で飛ばせるのかをお送りいたします。その他にも気になる検証盛りだくさんの内容となっています。面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずはダッシュドア、両側からぶつかるとどうなるのか。こんな状態。これよく見ると2人ともドアにぶつかってる。結果は同じタイミングでもどちらかがドアを開ける、ただしもう1人は吹っ飛ばない。お次はキャバーンの金庫の中の愛用宝箱、ジャベリンが多い気がする。結果は10回調査して救援物資も開けて、なんと60個のうち31個がジャベリン。皆さん、金庫内の愛用宝箱の半分はジャベリンです。もしジャベリンが出なかったらラッキー。続いて飛行船のキャノンにあることをするとぐるぐる回るらしい。ちょっと見ててくださいね。こうなるとずっとぐるぐるする。やり方解説いきます。ちなみにこれめっちゃむずいです。自分がキャノンの中に入ってキャノンを一番下にしてから少し上げる、撃つと同時に乗り込むを押す。ほんの一瞬だけ乗り込むの表示が出るので、その時に乗ることができればさっきの状態になります。発射した音が鳴ったのにキャノンに乗っていて自分が燃えてれば成功。ただこれ動くことができない、アイテムを使うことができない。その場でジャンプはできる、車を乗ることもできるが、降りたらまた回る。アイテムが使えない、移動ができない。それでも面白いからやりたいって方はぜひやってみてください。さあ今回のサムネ、アーマードウォールでこもってる敵は裂け目で飛ばせるのか、いきましょう。まず敵が手前にいる場合、これは飛ぶ。続いて反対側の壁にいる場合、これも飛ぶ。一番遠い角にいる場合、これは飛ばない。
この赤い部分が裂け目を使った時に巻き込まれる影響範囲。結果はほぼ飛ばせるが、一番遠い角は飛ばせないなんですが、これ上からの場合は全て飛ばすことができる。結果はアーマードウォールでこもってる敵を飛ばすときは上からやりましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつぐり。